こんにちは、かいこじです。今日はですね、ローマスター S1 のプレイモアキットを DJI から送っていただいたんで、早速開封してご紹介していきたいと思います。プレイモアキットにはゲームパッドとバッテリー、それからゲルダンのマガジンが入ってます。じゃあ早速開けましょう。オープン。はい、出てきました。いきなりゲームパッド、これで操作したら楽しそうですね。それから充電のケーブルでしょうか。はい、ゲームパッド、ここにジョイスティックがついてて、ここにスマートフォンを挟むんだと思います。なんかボタンがあって、裏は立てかけられるようになってるみたいで、ここにもボタンがありますね。 USB のポートとマイクロ USB のポート、それから電源ボタン、ここにもボタンがあります。ここにもちょっと後でね、使ってみましょうね。それから、はい、お、注意書きが書いてありますけど、非最終版と書いてありますね。これは製品版じゃなくてサンプル品なんですけど、ゲルダンです。こんなにちっちゃい容器に入ってますが、水に入れて膨らませると BB 弾ぐらいになるんで、結構ね、量入ってると思います。あとはゲルダンのマガジンでしょ、それからバッテリー、中身は以上になります。やっぱ一番気になるのはね、このゲームパッドですよね。これに iPhone を挟んで、これでコントロールすると、このジョイスティックめっちゃ使いやすそう。 L ボタン、 L1 ボタン、 L2 ボタン、なんかボタンが左に集中してるみたいですけど、右は特にボタンがないですね。ここには C ボタンというのもあります。立てかけて使うこともできそうですけど、ちょっと挟んでみましょうか。僕が持ってるのは iPhone 8 Plus なんですが、よいしょ、こんな感じかな。挟むことができました。これでコントロールすると、で、バッテリーも予備があったら、まあ安心ですよね。といっても、この 2400mAh のバッテリーで結構持つんですよね。レースとかバトルとかいっぱいやる人は、バッテリーはあって困らないですよね。で、ゲルダンのマガジンとゲルダン。ゲルダンはね、3、4時間水に浸して、まあ BB 弾ぐらいの大きさにして、このマガジンに入れて S1 にガチャッと装着して使うんですけど、これはまあバトルで使うものなんですけど、水で戻したゲルダンはなんかタピオカみたいにね、ぷよぷよしてるんですよ。で、ギュッてやると潰れちゃうんです。ゲルダンの素材は無毒性のポリアクリル酸ポリマーだそうで、この弾を撃った後地面に落ちて、そのままにしても水分が蒸発して微量の粉末を残すだけなので、環境への影響はありませんとあります。ちょっとこれが外でこの弾を残していいのかっていうのはちょっと疑問が残りますけど、まあ、とにかく無毒性で水分が蒸発すると微量の粉末だけになるということです。じゃあゲームパッドの電源入れてみましょうか。オン。ついた。なんかランプがつきましたね。接続の仕方が分かんないんですけど、ロボマスターのアプリを開いてみましょうか。ロボマスターのアプリはこれです。これがロボマスターのアプリなんですけど、アニメのアイコンがついてて、すごいね、ゲームっぽいですよね。これロボワン、ロボワンじゃねえや、 S1 をつけないと接続できないのかな。 S1 もつけましょうか。 S1 をつけて、そんでこのゲームパッドとどうやって接続するんだろう。ゲームパッドの接続ありました。アプリの設定から、制御のタイプでモバイル端末、ゲームパッド、パソコンと、パソコンもできるんですね。で、ここでゲームパッドを選択して、ゲームパッドを選択、あ、ゲームパッドを選択できない。あ、なるほど、ここにマウスのマークとスマートフォンのマークがあって、つまりこれ有線で接続するんですね。マウスは何使うかちょっとわかんないけど、そんでこのゲームパッドのここよく見たら、スマートフォンを有線でつないで、この線を逃がすね、溝がありました。ここにだからガチャコンと入れて、ここに有線接続して線をここから逃がすんだ。で、ここでつなげると、そういうことですかね。やってみましょう。 iPhone にライトニングを挿して、そんでこのゲームパッドに置く、それからガチャッと挟むんですね。こういうことだったのか。そんでこのコードをガチャッと挿す、これで OK? 設定から制御のタイプをゲームパッドに、できた。これで OK。 ゲームパッドと接続できました。ゲームパッドは有線で接続するみたいですね。ちょっと iPhone の充電ケーブルだと長いんで、これ結んでおいたり、短いケーブルを使った方がいいかもしれませんね。じゃあ早速このゲームパッドで S1 動かしてみましょうか。
おお、こういう感じ。なるほど。回転はこうです。このジョイスティックで全身左右と。すごいすごい。まあこんな感じですね。今ね、一番遅いモードになってるので、交代、前進、こんなスピードです。ちょっとね、スピードを一番速いのにしてみましょうか。めっちゃ速いんですよね、これ、速くすると。アプリの設定から、制御で、速度を変えられます。低速、中速、高速と、あとカスタムとありますが、高速にしてみましょうか。めちゃくちゃ速くなりますから。これで、前進。うわ。もうこれ。これはね、めっちゃ速くなるんで、多分レースに使うやつだと思うんですけど。うーわ。うーわ。ちょっとね、まだね、使いこなせませんね。早い早い。うーわ。はい、こんな感じでしょうか。はい、というわけで今日はですね、 DJI から送っていただいたプレイモアキット、こちらを、まあ、簡単にですがご紹介させてもらいました。ゲームパッドはね、かなり使いやすいと思います。ただ今ですね、まだ DJI ショップの方でもこのプレイモアキットが販売されてないと思うんですけど、近いうちにリリースされると思うので、気になる方は、まあ、サイトの方をこまめにチェックしておいてみてください。またこの S1 のね、動画とか、あとドローン系の動画もたくさん作ってきますんで、よかったらチャンネル登録して次回の動画もご覧ください。あと Twitter、Instagram もやってますんで、よかったら説明欄からフォローしてください。さよなら。